アッパグループ。アッパグループ株式会社 APA グループはアッパホテルなどを参加とする都市開発、建設業を中心とした会社。本社は東京都港区赤坂。本店は石川県金沢市。1971年4月1日に元谷俊夫が石川県小松市において全身の重環境メーカー、新金開発株式会社を設立。 同年5月10日から事業を開始している。以後、新海の略称で営業を続けていたが、1997年11月25日より、アパ株式会社に称号変更し、グループ名も新海グループからアパグループに変更している。2002年5月10日には、本社を東京、赤坂三つ家へ移転している、石川県金沢市には陶器場の本店。 従来アパグループでは、グループ全体が会社という概念の意味で、社名もアパグループと表記していたが、アパグループ株式会社という企業は長らく実在せず、アパグループ自体の企業形態は明らかにされていなかったが、2012年5月10日をもって、アパ都市開発株式会社をアパグループ株式会社に社名変更し、グループの運営を統括する会社として位置づけることとなった。 マンション事業はグループ代表である元谷俊夫が代表を兼ね、ホテル事業は妻の元谷文子が社長を務めるアパホテル株式会社が行っている。アパホテルは文子が常に帽子をかぶった清掃で積極的に広告などに出ている。称号のアパとは Always Present a m e n i t の頭文字から取られた当時語である。用いられているロゴでは遠の汚染が二文字ともなく、 ラムダのような形になっている。1980年11月設立。1984年12月には最初のアッパホテルを金沢市内に開業した。2010年からは東京23区内での出店を加速している。2011年9月以降はフランチャイズ展開も行い、2016年5月時点で39店舗目となっている。 2015年11月13日、日本国外におけるホテル第1号として、アメリカニュージャージー州のニューアークリバティ、国際空港付近にアパホテルウッドブリッジ、アパホテルウッドブリッジがオープンした。このホテルは、旧ヒルトンウッドブリッジ、ヒルトンウッドブリッジで、同州で不動産投資を行っている、フレンドウェルグループとフランチャイズ系を結んで、運営している。 2016年9月6日にはカナダのを取得し、北米エリアでは40ホテル5028室を有するホテルチェーンとなった。ホテル数は建築中もアーセルと440ホテル74,023室となっている2018年2月現在。ホテルの料金を繁忙期と換算期で変更することで客室稼働率を上げている。 ホテルの部屋を同業他社より若干狭くする反面、部屋の照明を明るくしたり、ベッドを大きくしベッド内で行動が完結するような部屋作りをしている。また、利便性は高い割に、土地の形がいびつな変形地を周辺相場より安価に取得、自社でホテル設計している。分譲マンションの建築等の事業を行っているアパマンション株式会社は、 アパグループのグループ会社で1971年4月1日に石川県小松市において新金開発株式会社として設立。1997年11月25日よりグループ、新海グループの称号がアパグループに変更されたことに伴いグループ会社の同社名へと称号を変更している。代表取締役社長は アパグループ代表の元谷俊夫が兼務。参加のアッパ日本最高財団が、真の近現代史観検証論文を主催している。田上俊夫は、航空爆料庁在任中の2008年、近代日本の侵略性を否定した論文、日本は侵略国家であったのかで、第一回検証論文に応募し、最優秀、富士聖首相を受賞したが、内容は、 政府見解と明白に対立するものであり、これが問題となり更迭された。2017年に行われた第48回衆議院議員総選挙において、党グループが組織するアパコーポレートクラブが憲法改正に賛同する自民党及び希望の党の候補者への応援を呼びかける賞。 取引先企業に送っていたという主張が日本共産党の機関紙新聞赤旗によってなされた。2007年1月25日、国土交通省は京都市の設計事務所が構造計算を担当したアパホテル二棟に国土交通省の定める耐震基準の7割から8割程度の耐震性しかないことを発表した。京都市は この二棟の使用禁止命令を出しているが、このホテルを設計した M 設計士は京都市の計算が間違っていて、私どもの計算には自信があると構造計算書の偽造を否定している。同日、アッパグループは CEO、元谷とアッパホテル社長、文子が会見を開き、このようなことになって申し訳ありませんでしたと釈明した。なお、同設計事務所による アパグループの他の二つのマンション計画について、前年に良、e、ホームズ社長の藤田東吾が偽装があると指摘していた。この件について、藤田を名誉毀損で告訴することを検討しているというコメントを発表した。京都市は同年2月1日、問題としたホテル二棟への立ち入り調査を実施した。同年2月21日、京都市によって、 アパグループによる耐震補強計画が承認され、翌22日より改修工事が開始された。この工事により建築基準法に適合したと確認され、同年3月31日、4月2日にそれぞれ営業を再開した。アパホテルの客室にはグループ代表の元谷俊夫が富士製紙の名義で刊行した書籍である、本当の日本の歴史、 理論近現代史学通が備え付けられている。この書籍には日本軍が日中戦争下に置いていったとされる南京事件を否定する内容が含まれる。2017年1月15日、宿泊客のアメリカ人と中国人がこのことを報告する動画を中華人民共和国の SNS 美白で公開した。この動画は3日目で7700万回以上再生されている。 1>, 1月17日、ホテル側は公式サイトで、書籍は特定の国や国民を批判することを目的としたものではなく、あくまで事実に基づいて、本当の歴史を知ることを目的としたものとし、異なる立場から批判を受けたことによる撤去は、考えていない。日本では言論の自由が保障されているので一方的な圧力によって主張を撤回することは許されない。 などとする見解を表明し、書籍に掲載されている、南京大虐殺に関する部分を点記し、事実に基づいて、記載内容の誤りを指摘されるなら、参考にしたいとも述べている。1月18日、中華人民共和国の旅行会社シートリップなど、複数の大手予約サイトで、アッパホテルの予約ができなくなった。シートリップは、反中国的な問題ゆえ予約停止にしたとの旨を、 術ている。また、国家旅遊局は、宿泊予約サイトや旅行業者に対して、広告撤去や、利用中止を要求している。1月25日、大韓民国の大韓体育会は、局傾向の書籍と判断し、札幌冬季アジア大会組織委員会と、日本オリンピック委員会に撤去を要求している。札幌冬季アジア大会の選手村として使用される。 アパホテルに対し、同大会組織委員会の担当者が口頭で、客室内すべての情報物の撤去を要請しているが、書籍設置を問題視されての書籍撤去は行わない。方針に変わりはないとしつつも、2015年4月の宿泊施設の選定時点で、代理店から客室内のすべての情報物の撤去の依頼を口頭で受けてり、2017年に1月30日に正式に書面で、 室内備品を含む宿泊条件等の要請があったため指定物品以外の設置は行わないとしている。アパグループは客室備付書籍に関して寄せられた意見は1万件を超え、ほとんどが肯定的なものであると主張しており、代表の元谷は公式ウェブサイトがサイバー攻撃を受けて運したと述べている。一連の書籍に関する報道について代表の元谷は 影響はない。1月も2月も稼働は好調で、過去最高の業績、今やヒルトンやシェラトン並みの知名度になった。いずれ何のことか忘れても、アパの名前は頭に残ると述べ、同業ホテルを上回る利益率を達成している。本当の日本の歴史、理論近現代史学通は、話題となった直後に発行部数5万部が完売し、2万部の増刷となった。 時事通信は、これらの対応に、北海道知事の高橋晴美が疑問を呈したと報じた。朝日新聞は、名古屋市市長の河村隆が、書籍配置に理解を示したと報じている。産経新聞は、外務大臣の岸田文雄が中国による一連の批判に不快感を示したと報じている。同志論説委員兼政治部編集委員の浴びる。 劉備は今や本当に30万人もが虐殺されたと信じる。本人はほとんどいないだろうと書籍の内容に理解を示した上で国民意識はもはや中国の不当な干渉を許容しないと主張している。まもむ気分はデイリーニュースオンラインコラム連載記事で中国の機関 TV 局中国中央電子街。 CCTV がアパホテル宿泊を否定するインタビュー映像を連日報道していることについてこれがプロパガンダを目的とするやらせであることは明白と主張している。また中共政府がアパホテル宿泊に反対している理由は歴史問題ではなく春節連休シーズンに日本とこを阻止し内需を拡大する目的が第一であると分析している。孫は アパホテルの姿勢は、反日思想を持つ、中国人が日本に滞在しないためのフィルターの役割、果たしているとし、従来の方針を維持するとしたアパホテルの対応は、正しいと述べた。また、2017年2月5日に在日中国人の、在日中日民間友好委員会による、デモ活動が行われたことについては、中国共産党主導であることは明らかであり、 参加者は実際は40人程度、主催者発表は300人。日本国内では新日をアピールする一方で、中国サイトでは30万人虐殺の真相を伝える、中華を犯す者を必ず抹殺するという中国政府と全く同じプロパガンダを発信していたと主張している。ケント・ギルバートは、もし元谷代表が謝罪して本を撤去していたとしたら、 泊まる人は減ったと主張し、元谷の対応が一般日本人に評価されて、ホテルの稼働率が高くなったとしてる。また、左寄りのメディアによる森友学園、アッパホテル、DHC シアターなどへの批判的な報道は一連のものだと言っていいもので、まとめて潰したいという思惑に基づく変更報道であるとし、事実を知るほどにバッシングを行っている側がおかしい。 ことが分かってくるはずですから私たちも頑張って事実を広めていかねばと主張している日本を語るワインの会を月一回のペースで開催しているここには政財界の有力者や自衛隊の関係者が参加しており玉上敏夫と核武装に関する議論などを行っていたと日本とも当の機関紙新聞赤旗は報じたこの会には アパグループ関係者や安倍晋三や鳩山幸夫、幸い夫妻などの政治家に加え財界関係者などが参加している。出展。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。